こんにちは。はじめまして、自己紹介をさせていただきます。私はトゥントゥンアンと申します。今19歳で高校を卒業しました。私はマクエコリス病院で介護の仕事の経験があります。介護職業を選んだ理由は助けが必要な病者様に手伝ってあげると自分も幸せな気分になりますので、介護の仕事に興味がありました。独立介護と GMDNU4 に合格して NU3 を続けて勉強しています。学習した知識をみんなと協力して、日本で働きながらリーダーシップになれるまで頑張りたいです。その後、介護福祉士試験を受けて、合格したら日本で長く働きたいです。将来、生きる頃、日本で学んだ知識を活かして、若者たちに介護知識を教えたい時間に自分で介護施設を経営したいです。ミャンマーで経験できない介護技術を日本で働きながら、新しい経験を取りたいので、御社を応募させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。